ニコライ一世から1855年3月2日は、ロマノフ朝第11代ロシア皇帝、第2代ポーランド立憲王国国王、第2代フィンランド大公。父は、パーベル一世、母は、皇后マリアフオドロブナ。帝政時代に、ロシア帝国銀行が発行した50ルーブル紙幣に、肖像が描かれていた。 このエタイラに11月放棄の勃発を告げるニコライ一世1825年、長兄アレクサンドル一世の休止と、時刑コンスタンティン大公の行為、継承権放棄によって即位した。兄とは20歳ほど離れていて、兄は祖母、エカチェリーナの影響を受け自由主義的発想があったが、エカチェリーナが亡くなった後生まれたため父、パーベルの影響を受けて、厳格な性格を引き継ぐ。 アレクサンドル一世の在住から先制的な言動で知られていたため、即位時にデカブリストの乱が起こった。この計画を事前に察知していたアレクサンドル、ベンケンドルフ伯爵を東洋1826年に皇帝官房大参加を創設させた。ベンケンドルフを長とする秘密警察は、プーシキン、レールモントフ、ベリンスキー、ゲレツエンラを流刑にした。 1826年からのギリシア独立戦争に介入し、イギリス・フランスと連合艦隊でオスマントルコを破る。その中の激戦1827年ナバリノの海戦にはプチャーチンが参加して功績を挙げている。その後、1828から1829年度と戦争になり、勝利してオスマントルコに対する優位な立場に立つ。しかし、 国会の軍艦の取り決めがイギリスの介入につながる。ニコライ一世の知性はもっぱら強権的な先制政治に貫かれ、1830年と1848年に起こったポーランド立憲王国の自治権拡大運動を鎮圧した。この結果、それまで総督が統治していたポーランドは1830年の武装法規鎮圧後はロシアの直轄領となり、 自治権も大きく制限された。また1848年にはヨーロッパの憲兵と称してハンガリーの独立運動を鎮圧した。フランスの2月革命に交往したもので、オーストリアにおけるメッテルニヒツイ法やプロイセン内での反乱にも手を貸して鎮圧している。さらに、この革命にあたってロシア国内の監視を強め、サンシモニア シャルル・フーリエの書籍を所蔵していた巨大な貴族を中心とした秘密組織、ペトラシェフスキーサークルを検挙する。その際、そのサークルに属していた陸軍公平将校として、製図局に勤めた後創作活動をしていたドストエフスキーもいて、シベリア流刑になる。対外的にはハンスラブ主義の土台を築き上げ、南下政策を推進した。バルカン半島では、 ギリシャやセルビアの独立運動を支援した。極東方面では、アヘン戦争の結果、イギリスを中心とした欧米列強が東アジアに本格的な進出を開始したことを重視、プチャーチンを検非、全権施設として日本へ派遣し、1855年に日ロア新条約を締結した。西アジア方面では、1828年に、 ロシアイラン戦争でカージャール朝、ペルシアに勝利し、トルコマンチャーイ条約を受け入れさせ、アルメニアを併合することに成功した。エジプト事件に際しては、オスマン帝国を終始支援し、ウンキャルスケレッシ条約を締結して、ボスポラスダーダネルス領海峡の独占航行権を一時、獲得するなど、南下政策を進めていったが、イギリスやプロイセンオーストリアの干渉を受けて挫折し、 オスマン帝国との間にクリミア戦争を起こした。セバストポリオ最攻防戦などでロシアの将兵は奮闘するも全体の戦況は兵器や装備についての技術革新、近代軍隊にふさわしい組織改革が遅れていたロシア軍に不利であり、国内では皇帝官房大参下の厳しい抑圧にもかかわらずヨーロッパに吹き荒れた社会運動の影響がロシアにも及び、 反体制派の活動が活発化する中で絶望に包まれながらインフルエンザにかかり放御した。政治家としては冷徹な先制主義者であり、あらゆる変革の試みに対し軍人らしい保守性と厳格さで徹底して認めようとしなかった。しかし個人としては人格者であり、フランスのオーギスト・マルモン元帥が1828年に ニコライ一世の長男の皇太子アレクサンドルに敗越を申し出たとき、次のように述べてその申し出を断っている。あの子を思い上がらせたいのかね。軍を指揮下に置く将軍が自分に敬意を表するようなことになったら、あの小さな息子は鼻高々になるだろう。儀礼的な敗越は望ましくない。私は息子を巫女として育てる前に人間として育てたいのだ。 1845年には老いた教皇グレゴリウス16世との会談を行っている。これはロシアの原始として歴史上初のものとなった。1817年、プロイセン王、フリードリ・ヒビル・ヘルム3世の長女シャルロッテ・フォン、プロイセンと結婚。ありがとうございます。